しおんちゃん、もう休憩時間やで。あとは俺がしとくから、先に事務所行っとって。うん、じゃあお茶の用意しておくね。いつものほうじ茶でいい。おおきに。ほんまに君は真面目やし、働き者やし、優等生やし、立派やな。いや、それほどでも。白羽くんだって同じだよ。君にはかなわへんよ。俺も真面目で働き者やけど、優等生とは違うし。そうなの？羽学でならトップやけど。かっこええ、すごいやんけど幅学の君とは月とすっぽんや。そんなに羽学と幅学で違う？実は白羽くんって文武両道のすごい優等生なんじゃ。何も考えんで兄ちゃんと同じ羽学に入学したんやけど、幅学に入学しとったら俺も違うたんかな。君と同じ学校か、興味津々やわ。転校してくる？期末テストや、やっべ。手がいける。まあ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 。あ、でもまあそこそこいいんじゃないの。こんなもんこんなもん。うん？ん？マリーならもう少し頑張ればさらに上を目指せると思う。流行はバッチリだけど、そう、そこはバッ、いい？あと一歩。まだ寒い。芸術ってあげたことなかったな。さて行こうや。ミチルさんしか会えへんな。ヒカルさんは？ごめんなさい。もういつも断られる。洗車とワックス終わりました。オッケー、チェックします。あ、満点。はい。おお、俺の車超ピカピカになってる。彼女の洗車テクはうちでピカイチです。次もまたどうぞ。あ、こりゃすごいわ。ぜひ次回も頼むよ。毎度お気に。お客さんめっちゃ喜んでたな。君に任せて大正解や。洗車の腕だけが上がっていく。もう一角ったらどうして来てくれないのかしら。理事長。ああ、おじさまのファッションデザインは着る人を選ぶからね。理事長辞めてなかったんだ、この声は。ヒカルさん、五郎先生もまたいらしてたんですか。どうも。私の新作の試着をしてもらおうと思って来たんだけどね。え、ヒカルさんにですか？違うよ。おじさまの新作はメンズ。友達の理事長に毎回試着してもらうんだって。そう。なのにあいつ服を見るなり逃げちゃったのよ。もう一体どんなデザインなんですか？すごいよ。レーシーでふわふわのショートパンツにゴールドのライダース。最悪。光
カルたちのモデルのお仕事でもなかなか出会えないデザインだよ。そんじょそこらにあるデザインなんて私の世界には必要ないの。じゃあね、アデュー。それ来た理事長みたいな。いやー、おじさまが世界随一っていうのもわかるな。誰も思いつかないもん。あれは褒めてるのかディスってんのかどっちなんだろう。五郎先生のデザインした服ちょっと見てみたかったかも。そうか、今思い出した。そうか。一日でいいよ、もう。あ、これでしょ、先生は。クリスマスパーティーへようこそ。メリークリスマス。生徒代表になったか。メリークリスマス、マリー。素敵な聖夜になりそうだね。ミチルさん、メリークリスマス。今日のパーティーはマリーが主役かな。ドレスもメイクも完璧。本当？嘘つく必要がある？だってミチルさんに褒めれてもらえるなんて嬉しすぎるから。もうマリーって本当に可愛い。完璧を通り越しちゃったらもう言葉が見つからないじゃない。嬉しいな、ドレスを着てきてよかった。さあ、パーティーを楽しみましょう。誰も来てくれんもんね、先生。ほほほほ、君にはこのプレゼントをあげよう。何が回ってきたんだろう、開けてみよう。ホルスタインのバスタオル、お、かわいいやん。頭からかぶるとウッサになれる。え、かわいいやん。お、それ俺のだ。え、本当ですか。てか三影先生も参加してるんですね。なんだよ、ダメか。いいえ。あ、三影先生持ってるの私が選んだプレゼント。あほー、聖夜のサプライズだな。いいぞ。いいんじゃないか。これなら無難だ。あ、無難か。何も見てなかったな。そうか、情報を聞くのを忘れていた。1年の終わり。いや、マリーの評価だ。ほんとね、こんな感じだよ。まあ2年目からが勝負だから。そういうこと、そういうこと。もうときめも初心者じゃん。お、あ、まあ普通か。まあみんな、なんでバイトしてるからか。そっか、情報知らないから。他にも何知らねくんが。そう、そっか、そうだよね。うんうん、だから誰の誕生日も来なかったんだ。え、待って、誕生日一緒なのでは。違うかったっけ。
リッチ度ゼロはやばい。まあ2年目からだよな2年目から2年目からりょうたくん、おしゃれなカードイギリスにいる頃買ったのかな。いいやん、おしゃれじゃん。みこけ先生、あ、これ全部おしばなの。え、かわいい。あ、白羽くんからだ。迫力のあるトラだ。力強さを感じる。これはみちるさんのだよな。大人っぽくて素敵。こちらこそよろしくね、みちるさん。これはひかるさんのだ。カラフルで元気いっぱいだ。かわいい。ちなみに、そうや、新年明けましておめでとう。おめでとう。こちらこそよろしゅう。なあ、これから初詣に行かへん？行こう。やった。そしたら今から迎えに行くわ。用意して待っとって。オッケー。善は急げや。ほな、また後で。急いで準備しなきゃ。ちはあるんだよな、晴れ着が。限定版買ったことがバレる。おはよう。今年もよろしゅうな。よろしゅう、よろしゅう。白羽君、おはよう。うん、よろしくね。おめかししてくれたんやね。どうかな。めっちゃ似合ってるし、かわいいわ。ありがとう。こんな綺麗な子と一緒に歩けて、お正月から幸せいっぱいや。よかった、しはねくん喜んでくれたみたい。ほな、行こう。行こう。人がいっぱいやね。やっぱりお正月はこうやないと。そうだね。お参りして、おみくじ引いて、それから何しよう。何しよう。ほら、先に進もう。そうやね、歩きながら考えよう。今年は何をお願いしようかな。学業成就、成績が上がりますように。その願い叶えて信じよう。あれ、なんか叶えそうな気が。なあなあ、あの行列おみくじやないの。くじか、引こう。うん、そうしよう。結果はどういうんでも、ありがたいお言葉が行さん見られるし。さて、私の今年の運勢は。やった、大吉。今年はいいことありそう。こんなあかんわ。今日出た。今日や。あらら、なんやねん今日って。いっそのことを大凶にしてや。あ、わかる、その気持ち。で、中はなんて書いてあるんやろ。物事を欲張ると後で後悔するでしょう。ほんならいろいろチャレンジしよう思てるの諦めた方がいいんやろか。そういうことじゃないと思うけどな。ほんまに？あ、そうやったら安心や。俺はもともと無欲な人間やし。知らねえ、開き直っちゃった。はあ、やっぱええわ。甘酒美味しかったね。そうやろ。身も心も温まっていい気分になるし、このままうちまで送るわ。送ってくれてありがとう。どういたしまして。帰り道も楽しかったな。楽しかったな。ほな、また今年もええ一年にしような。しような。今年もいい一年でありますように。イベントホールが賑わってる。チャリティーオークション開催中か。参加自由なんだ。ちょっとあなた。あ、五郎先生。さすが私の見込んだ子ね。もうそうやって悩んでちゃ何も始まらないの。善は急げ。
はい、ゴー。は、はい。なになになに、びっくりした。なんとか間に合ったけど、チャリティーオークション会場に何かあるのか。チャリティーオークションカタログ出品ナンバー1番。あれ、りょうたくんの声では、花椿五郎先生デザインのシャンパングラスです。え、りょうたくん何知ってんの。え、世界的ファッションデザイナー花椿五郎、彼の独創的な世界観が美しく表現された大変貴重な作品です。300リッチからでいかがでしょう。高え、買えねえ。買い受け希望の方はパドルを高く掲げてください。りょうたくんすごい、立派なお客様ばかりのにすごく堂々としてる。525リッチ、525リッチ、他にご希望の方はいらっしゃいませんか。525リッチっていくらぐらいなんだろう。あ、今目が合っちゃった。ハンマープライスです。あー、びっくりした。それはこっちのセリフだそういえば一回目が合ったよね。夫婦じゃない、一気に日常に戻されかけたんだぞ。ごめん、でも本当にすごかったよ。チャリティーだから高校生の俺に白羽の矢が立ったってだけ。オークションは父さんのを見てたしさ。見てただけできるようになるもんな。そうだったんだ。じゃあ将来は亮太くんもお父さんみたいに。ならない。みんなそう言うけど俺は違う。え、今日のはチャリティーだけど、向こうで見てたオークションはあまり好きになれなかった。俺はさ、物には正しい価値があるって思ってる。不当に低いのも逆に釣り上げるのも嫌だってこと。もう遅い、急ごう。りょうたくん、お父さんと何かあったのかな。お、どんな記事の内容で。イベントホールで羽ばたき市チャリティーオークションが開催されました。羽ばたき市を代表する世界的ファッションデザイナー花椿五郎先生の作品をはじめ、数多くの絵画や骨董品が出品され、会場は大盛り上がり。そこでひときわ輝いていたのは、オークションを取り仕切るオークショニア、オークショニアっていうお務めた風間亮太くん。うまく仕切れていたが分かりませんが、いい経験になりましたと閉会後にはほっとした表情を見せてくれました。そうだ、亮太くんから帰りに話があるって言われてたな。だ、何かあったのかな。え、怠慢っすか。何何何何、うん、どうしたの亮太くん、話って何。そうだ、こないだのチャリティーオークション覚えてるか。うん、亮太くんがタキシードで司会してた。ほんとすごかった。それはいいんだけどさ、うん、会場にいたお客さんがさ、うん、俺にまたオークションの仕事頼みたいって言ってるらしい。やったじゃん。りょうたくんがやりたいって思ったらやってみたら。そうだな。りょうたくんは真面目でいろいろ考えちゃうから、少しでも背中を押してあげられたらいいな。え、なになに、なんだよ。喋りすぎたか。うわ、ちゃんとヒムロッチの言うこと聞いとけばよかった。なに、なに、背中を押してくれんだ。あ、そう。サンキュー。そういうこと？背中を押すって物理的なこと言ってんの？オークションでいろいろな品が見られるのは好きだし。そうだな。俺の考えてること伝えて、それでもやらせてもらえるなら。分かってもらえるといいね。またりょうたくんが司会する姿見られたらいいな。頑張れよ。
ないっつってたな。電話がない。え、白羽くん？白羽くん？シオンちゃん、ミッケ。どうしてここに？もし会えたらええなぁ思って、ここで待ってみてて。じゃあお茶して帰ろう。お茶か、ええー、ねえ、行こう。え、こっちから待たんとあかんの？白羽くんはガコちゃんもな。何？食べ物。目玉焼き。見た目も味も大好きやねん。醤油派、ソース派、ケチャップ派とか分かれんねんけど、俺からしたらどれもめっちゃ美味しい思うんよ。それはそうやな。そうやから俺はどの調味料でもオッケーや。じゃあ焼き方は？あ、それは迷うわ。片焼きでしっかり食べるんも美味しいし、半熟の黄身がとろけ出すのも好きやねん。俺半熟がいい。あかん、めっちゃ目玉焼き食べとうなってきた。なんや、お腹も空いてきたわ。頼んだら目玉焼き。